トーマス・フェアファクス第3代キャメロンのフェアファクス教、トーマス・フェアファクスは、イングランドの貴族、軍人。新京都革命で活躍した、議会派の指揮官である。ニューモデル軍の司令官に就任し議会派の勝利に、貢献した。ヨークシャーのオトレー村近郊に、スコットランド貴族である、第2代キャメロンのフェアファクス教、ファーディナンド・フェアファクスの長男として生まれた。ケンブリッジ大学を卒業。 ティルベリーのビアー男爵、ホレス・ビアーに従って、ネーデルラントに渡り、1629年から1631年まで80年戦争などに従軍した。1637年に、ビアー男爵の娘アンビアーと結婚。1639年、チャールズ一世に従い、第一次主教戦争に従軍。翌1640年に、 第二次主教戦争にも参戦。1642年にイングランド内戦が起こると議会派に属し、父と共に地元、ヨークシャーを中心に各地を転戦したが、はじめは苦戦続きで、1643年にヨークシャーへ迫った王党派の入ッする博、ウィリアム・キャベンディッシュを迎え撃ったが6月30日のアドールトン・ムーアの戦いで敗れ、 撤退した春で包囲される危機に陥った。ところが、ニューカッスル博が、リンカンシャーへ転身すると、東部連合軍の司令官マンチェスター博、エドワード・モンタギュルト部下の敵機体隊長、オリバー・クロムウェルが、フェアファクスフ氏の救援に動き、フェアファクスフ氏も、春を脱出し、リンカンシャーで、東部連合軍と合流、10月11日にウィンスビーの戦いで、ニューカッスル博に勝利し、 林間シャーから、王統派を追い出し、春へ戻り、ヨークシャーを確保した。1644年1月25日に、ナントウィッチの戦いで勝利した後は、議会派の同盟相手である、スコットランド名役派の援軍を率いるリー・ベンハク、アレクサンダー・レズリー及び老いのデイビッド・レズリーと共に、ヨークを包囲したが、カンバーランド港、ルパートの旧援軍が進撃すると包囲を中止し、撤退。 7月2日に追跡したルパート軍をマーストンムーアの戦いで迎撃、勝利して名を挙げた。戦後はヨークシャーで残敵総統に当たったが、1645年2月にニューモデル軍が編成されると、その指揮官を務め、4月の事態条例で排除されたエセックス白ロバート・デバルーに代わり2海軍総司令官となった。6月14日のネズビーの戦いでは、 副司令官となったクロムウェルとヘンリー・アイアトンと共に、ルパートとチャールズ一世が率いる、王党派の軍と激突、王党派を壊滅させる大勝利となった。戦後は西へ向かい王党派の拠点を、次々と落とし、反抗する王党派残党も蹴散らし進軍。9月10日には、ブリストルにこもったルパートを降伏させた。1646年2月から4月にかけて、南西部を平定し、 王道派の武将、ラルフ・ホプトンを降伏させ、5月から6月にかけて、王道派の本拠地オックスフォードを、包囲6月24日に降伏させ、第一次内戦を終結させた。他方で、芸術や文学を愛し、オックスフォード包囲戦では、ボドリアン図書館の資料に戦果が及ばないように、配慮した。政治的関心は薄かったが、 内戦終結後に起こった軍と議会の対立では、長老派が主流派である議会の命令で、クロムウェル・アヤトンとともに軍の抑えに努める一方、軍解体を進める議会に反発した軍の政治運動にも賛同した。議会は、ニューモデル軍の解体と軍の関わりが深いクロムウェルら、独立派の排除を画策。フェアファックスは、議会が掌握する新たな軍の司令官に目されたが、 彼自身は平等派ら軍の急進派を弾圧しつつ、軍に身を置いた。1648年に第二次イングランド内戦が勃発すると、ケントの王党派の反乱平定に手一杯で、チャールズ一世に味方するスコットランド王党派の進軍に対応できず、代わりにクロムウェルがプレストンの戦いでスコットランド軍を撃破し、第二次内戦を終わらせた。 北からの脅威が去った後もイングランド王党派の総統を続け、コルチェスターを包囲陥落させた。やがて、チャールズ一世との交渉に固執する議会を見限り、交渉阻止のため12月2軍にチャールズ一世を逮捕させ、長老派を議会から排除するクーデターなど、軍の政治介入への道を開いた。 1649年1月30日のチャールズ一世の処刑などにはかかわらず、1月に設立されたランプ議会には2月になってから参加。5月13日には平等派がバンベリーで起こした反乱の鎮圧に参加、軍の急進派を排除して、軍を掌握した。だが1650年に起こった第三次、イングランド内戦で参戦を拒否。 クロムウェルの説得を振り切って司令官を辞職。司令官に就任したクロムウェルがダンバーの戦いでスコットランド軍と戦った。理由は同盟相手だったスコットランド名役派と戦うことを嫌がったとも妻や牧師の説得で長老派協会に心を傾けたからとも言われている。イングランド共和国時代では政治から遠ざかったが、 共和国解体に動いたジョージ・マンクに協力して王政復興を支持し、晩年は自助伝を書きつつ静かに暮らしたと言われる。1671年に59歳で死去。1648年に父が亡くなり、フェアファクス教を相続したが一人娘しかいなかったため、借位は重帝のヘンリー・フェアファクスが継承した。アップルトンハウスと呼ばれる屋敷と庭園を所有。 ここで、イント遁ン生活を送っていた様子を、娘の家庭教師だった詩人のアンドルー・マーベルが、庭園と共に、詩で書いている。またクロムウェルに仕える前のジョン・ランバートは、フェアファクスに手ほどきを受けて、鼻に興味を持ち、議会派を風刺するトランプにチューリップを右手に持つ、姿が描かれている。妻アンとの間に一条を設けた。ありがとうございます。